宿泊費も国民に負担させる的な報道があったわけですけれども、何かか進展がありましたか現在、IOC が全額を負担する方向で調整をされていると伺っているところでございます政府は先月、IOC ・国際オリンピック委員会関係者らの宿泊費について、組織委員会が費用の一部を負担すると説明しました。 野党側は高額なホテルを利用し差額を負担することは国民の理解を得られないと批判していました。